動画をご覧いただきましてありがとうございます。ただいま日本は新型コロナウイルスの影響で大変な騒ぎとなっております。まあ、自粛の嵐でございます。まあ、そんな最中に、まあ、こういうことをやっていていいものかという気持ちもあるんですけれども、まあ、こういう最中だからこそ、何かね、皆さんにこう伝えたいというような気持ちもございまして、やっぱりこう体の健康というものもさることながら、心も健康もね、健やかに保っていただきたい。皆さんね、お家にいらっしゃって、こういうね、動画をご覧になって、なんかバカバカしいお笑いもね、は見ていただきまして、くすっと笑っていただいたり、なんかくだらないな、なんてな風に、こう、心にちょっと余裕を持っていただけるような、そんな時間が提供できればなと思いまして、このように、動画を撮らさせていただいているわけでございます。見ての通り分かりますように、無観客で、今日はお客様なしでやらさせていただいております。まあね、やってる方としましては、まあお客様がね、いらっしゃった方のが、やっぱりこう喋って、こう反応がありますのでね、やっぱりその方がやりやすいというところもあるんですけれども、まあお客様がいたからといってね、ものすごく芸が上達するかというとそういうことでもないのでね、やっぱりこう腕には限界というものがありますので、あくまでもご確認いただきたいのが、一般人の素人が趣味程度にやっている落語の動画を見ていただくという、そういうことでもってね、一度確認をしていただきまして、まあ、しばらくの間でございます。応用のご見物のほど一重にお願いを申し上げます次第でございます。まあ、そんなような具合で、ただいま私ご挨拶を申し上げましたけれども、落語の方には挨拶のできないような連中が出てまいりますというと、お話の方が始まるようなわけでございまして、ゴンスケや、ゴンスケ、あんだねじゃないよ。こっちお入りなさいよ。お前さん今表でもってね、近所の方となんて挨拶をしてたんだ。あちらさんがおはようございますと言ったら、そんなに早かねえってや。そんな挨拶がありますか。あちらさんがおさむございますねと言ったら、俺のせいじゃねえってや。それじゃお前さん喧嘩をしているようじゃないか。あちらさんがおはようございますと言ったならば、おはようございます。おさむございますねと言われたならば、ああおさむございます、この分だともう山は雪でしょうぐらいの挨拶ができなくっちゃしょうがないだろ。あ、そうかね。じゃあ今度はそう言うよ、なんて、ね。やっこさんが来る日になりますってと。ゴンスケさん、おはよう。ああ、おはようございます。珍しいことがあるもんだね。ゴンスケさんが挨拶返す。珍しいことがあるもんだね。今日はバカに寒いね。寒いね。この分だってと、はあ、山は雪なんで。ないもんだね。おお、これちょっと他の人にも言ってやろう。ああ、どうしたんだよ。さ、部長ずらしていつも掃除をしてるゴンスケさんがさ、今日に限っちゃ挨拶を返すんだよ。本当に。よし、じゃあ俺も行ってみてやろうかな。よし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 。ゴンスケさん、おはよう。ああ、おはようございます。本当だ。挨拶を返す、珍しいね。今日はバカに寒いね。寒いね。この分だってと、はあ、山は雪なんべー。褒められますと言うと当人もまんざら悪い気はいたしません。あくる日もあくる日も、はあ、山雪だんべ、山雪だんべって。まあ、そうそう寒い日ばっかり続いちゃおりませんですので。ゴンスケさんおはよう。ああ、おはようございます。なんだね。今日はばかりポカッとあったかいね。あったかいね。この分だってと、はあ、山火事だんべ、なんて。まあ、火事になるわけはございませんですけれど。世辞愛嬌というのも、これもなかなか難しいものでございますけど。おい、隠居のところにさ、ただの酒があるってじゃねえかよ。飲ましてくれよ、ただの酒。なんだよ、お前さんは。いきなり挨拶もなしに家へ飛び込んできて。何？ただの酒？そんな酒はうちにはないよ。嘘だよ。さっきね、虎のやつから聞いてきたんだよ。隠居のところにね、ただの酒が届いてるって言うから、こっちは喜んできたんじゃねえかよ。飲ませろよ、ただの酒。税金が上がったからってケチケチするな。なんだ、そのケチケチするなって。ケチやなんかで言うんじゃない。そら、お前さんの聞き違いだ。うちの親戚がね、大阪の灘にあって、そっから酒が送られてきたんだ。うちにあるのは、灘の酒だ。あ、なんだ、灘か。俺、聞き間違えちゃったよ。灘。ただ、似てるね。灘、ただ、似てるね。灘ただの違えだね。ああ、
まあ、どっちでもいいから飲ませろ。なんだその飲ませろってな。お前さんだってね、人様に酒の一杯もご馳走になろうと思ったら、何かこうお世辞の一つでも言ってみたらどうだい。なんだいその世辞ってな。世辞ってな、だからさ、こう私のことをこう持ち上げるんだよ。ご隠居さんを持ち上げるの？え？太ってるからね。俺あんまりこう力がないからね。いや腕で持ち上げるんじゃない。口で持ち上げるんだ。口で。この頃ね、こう歯が悪くなってきちゃったんで、わからない人だね、お前さんも。え？いいかい？お世辞を言うてえなね、私のことを褒めたり、おだてたりなんかして、こう、いい心持ちにさせることをおだてると。お世辞を言うと、そういう風に言うんだよ。まあ、例えばの話が、お前さんが私にね、ご隠居さんもいつまでもお元気でいらっしゃいますけれども、おいくつになられたんですかと、こう、年を聞いてごらん。私がね、65になったよと言うから、65とは若く見えますね。まだ57、8かと思っておりましたが、いつまでもお元気でお若くて結構でございますね。なんてそんなことを言われてごらんよ。私だっていい心持ちになって、おや、嬉しいことを言ってくれるじゃないか。ああ親戚から酒が届いてるんだ。私と一緒に飲むかい。こんなことになるだろ。なるほど。ものはいいようですね。なるほど。ご隠居さんもいつまでもお元気でいらっしゃいますけれども、おいくつになられたんですか？早速始めたんだね、お前さん。え？私かい？私はね、65になったよ。65？ へぇ、65？ 本当に？かけれなしで？すごいね。人間わずか50年ってんですよ。そこ65だってんだから、しぶとく生きてるよね。もうそろそろいいんじゃねえかな。何を言ってんだよお前さんは。どうだ、いい心持ちになって酒の一杯もご馳走する気になっただろう。なるわけないだろバカだねお前さん。それあるいはそんなんで酒なんかおごるよ。おごらないの？なんだ不景気なんだね、まったくね。おそうだ、教わりついでもう一つね、教えてもらいたいんですよ。なんだそのついでってんだ。何を聞こうってんだ。あのね、他県ところでもってね、赤ん坊が飛び出やがったんですよ。なんだいその飛び出たってんだ。おお、竹さんのところお子さんが生まれた。そうなんですよね。で、友達の付き合いだ、これから物入りだからなんだかんだって50銭も祝儀に取られちゃったんですよ。だからね、向こうに行って子供を褒めて50銭分の酒を飲んで取り返してやろうと思いましてね。子供を褒めるってのはこれどうやってやるんです？子供の褒め方ってのは難しいよ。そんな子供に言ったって分かりゃしないんだから、その親御さんを褒めないってといけないね。まあ子供を見せてもらったならば、こちらがあなた様のお子様でございますか。道理でお顔が福々しゅうございます。額の広いところは聡明さを表しております。鼻筋の通ったところはおかみさんにでございましょうか。相対に回したところは亡くなったご隠居さんに似て、大層ご長命の相が終わりです。先端は双葉より芳し、蛇は寸にしてその気を表す。私もこういうお子様にあやかりたい、あやかりたいと。こうやって褒めるんだよ。難しいね。もう、もう一回やってください、もう一回。ね。その工場の頭のとこから。なんでその工場の頭って。ね。子供を見せてもらったならば、こちらがあなた様のお子様でございますか。違うって言ったら言うわけないから、バカだな。必ずそうだって言うから大丈夫だよ。道理でお顔が福々しゅうございます。額の広いところは聡明さを表しております。鼻筋の通ったところはおかみさんにでございましょうか。相対見回したところは亡くなったご隠居さんに似て、大層ご長命の相が終わりです。先端は双葉より芳し、蛇は寸にしてその気を表す。私もこういうお子様にあやかりたい、あやかりたいと、こうやって褒めるんだ。なるほど、わかりました。じゃあね、明日にちょっと行ってきますから。おうおう、なんだよ、お前さん、もう行っちゃうのかい？え？ね、せっかく来たんだからさ、こう一杯ぐらい飲んでいる。方々回ってね、また帰りに寄らせてもらいますんで、どうもありがとう、明日。なるほどね、さすがは隠居だね、いろんなことを知ってるね。亀の甲より年の甲だな。私もこういうお子様に、首吊りたい、蚊帳吊りたいってな。あ、タケ、いるか？おお、なんだよ、熊じゃねえか、どうしたんだよ。おお、おめえとこなんだってな。
子供が生まれて弱ってるってじゃないかよ。いや弱ってんじゃないよ、うちは子供ができて祝ってんだよ。あ、だから祝ってんのか。あ、俺の方だよ、周期で50銭取られて祝ってんだ。何を言ってんだよお前は。何しに来たんだよ。その子供を見せてもらってね、ちょいと褒めてやろうと思ってね。おう、子供見てくれんのか。あ、ありがてえじゃねえ、奥でもって寝てるからさ、見てくれよ。お、そうか、じゃあちょいと失礼してね。どこにいるの。もうそこでもって寝てるじゃねえかよ。寝てる。これかいこれ。そうだよ。はあ、これはなんだね、ずいぶんまたこれは大きいね、どうもね。そうだろ、サンバさんも驚いてたよ、大きなお子さんでございますねって。大きいったってちょっとこれ大きすぎるよ、これはな。こればあさんに似てるのかね。もうそうかね、みんなじいさんに似てるんじゃねえかってんだけどさ、ばあさん似てる。いや似てるなんてもんじゃない、そっくりだよ。このね、顔のシワといいね、歯の抜けてるところといいね、こんなところにね、梅干しなんかはつけてうううなってるよ。そればあさんが昼寝してんだよ、バカだね本当に。そう、子供はそう隣で寝てんだよ。あ、何これ本物のババアなの。あ、道理でおかしいと思って。ちょっとばあさんさ、そこ邪魔だからさ、どいてくんねんな。おい、吹くんじゃないよバカだ。子供はそう隣で寝てんだ。隣ったって何もねえじゃねえか。そこに屏風が立ってんだろ。その屏風の中でもって寝てんだよ。この屏風の中でもって寝てんのか。おい、それにしてもこの屏風いい屏風だね、これ。どこで買ったのこれ。片岡屏風店。あ、なるほど、職人さんが腕がしっかりしてんだね。なるほどね。じゃあこのしっかりとしたスクリーンのこの屏風をちょっとどかしておいて、こんなあった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 、危ねえ、踏んづけちゃうとこだったよ。おいこれかい。そうだよ。あらららら、ら、まあ小せえなこれ。おい、大丈夫かい。おい、育つかな。やめろよバカだね。育つよ。はあ、お前顔が真っ赤っかじゃねえかよ。おい、どうしたのこれ。腕だの。いや腕やしないよ、タコじゃねえんだから。え、赤い顔をしているから赤ん坊って。あ、赤い顔をしてるから赤ん坊ってんだ。なるほどね。青い顔してたら青ん坊ってんだね。なるほどな。ああ、これはまた可愛いじゃねえか。ああ、お人形さんみてえだね。うめえこと言うじゃねえか。え、お人形さんみたいに可愛いのかい。おお、腹を押すとね、キュッキュッってなる。やめろよバカだね、本当に。死んじゃうじゃねえか。よしてくれよ。ああ、また可愛い手でね。ああ、広がった広がった。ああ、子供の手はもみじのような手って言うけども、こういうこと言うんだろうね。うめえこと言うじゃねえか。もみじのような可愛い手かい。ああ、可愛い手だね。だけどこの手はろくな手じゃねえぞ。また始まりやがったよ。どうして、だってこんな小さな手でもってさ、俺から50銭も取ったんだよね。これはもう末は泥棒だね。やめろよバカだね本当に。褒めるって言ったらどうしたんだよ。ああ、そうだそうだ、忘れちゃうとか。時に竹さん、なんだよ改まって。このお子さんはあなたのお子さんですか。おい、よせよおい、俺の子供に決まってんだろ。そんなのは分かりゃしない。何言ってんだよ、俺の子供だよ。あ、そう、道理で、お顔がぷくぷくでございます。いや、ぷくぷくじゃねえんだよ。なんか福袋でございます。なんだその福袋って。で、額の広いところはそうめんでございましょうね。鼻血が出ちゃってカビカビになっちゃったんですね。何を言ってんだよお前は。で、相対見回したところが亡くなったご隠居さんに似て。じいさんまだ死んでないよ、今タバコ買いに出かけてんだよ。あ、そうか、生きてんのかじいさん。じゃあ亡くなったおばあさんに似て。いや、ばあさんさっき昼寝してたじゃねえかよ。なんだよ、両方とも生きてんだから全くしょうがねえな。まあ、なんでもいいや。体操長命眼でございます。なんだその長命眼って。洗濯物は二晩で乾くかい。途中で雨が降らなきゃ乾くんじゃないかな。いや、そういう話じゃないんだよな。じゃあスマトラは南方で。何を言ってんだよ。私もこういうお子様に早釣りたい、首釣りたい。お、よせよおい。なんだよそら。どうだ、いい心持ちになって酒の一杯でもご馳走する気になっただろう。なるわけないだろバカだね。誰がそんなんでおごるよ。おごらないの。
みんなおごらないやつばっかりだね。まったくしょうがねえな。どうしよう。そうだ、このお子さんもいつまでもお元気でいらっしゃいますけれども、おいくつになられたんですか？バカだね、お前は。生まれたばっかりで年なんか聞いてる。まだ生まれたばかりだよ。いや、生まれたばかりだよ。だってこれいつ生まれたの？それがさ、今日でちょうどさ、7日目なんだよ。あ、7日目。初7日か。初7日ってやつがあれか、バカ。お七やってんだ。あ、そうか、お七やってんだな。7日とはどうもお若い。7日で若かったら言っていくつだ。いや、どう見ても、ただでございます。